はい、じゃあやってきました。神話の森だ。なんか神秘的な、かっこいい森だね。なんかすごく、なんか人座ってるよ。見た？今一瞬左側に人いたの。明らかになんか怪しいおじさんだったけど、なんか門番的な人たちだっなたのんかだな？か静かな村だね。とりあえずポストがあるから、陰気な村だ。どうせろくでもないことが起こるんだとりあえず一ろ旦セーブしておこうシロか。も。なんだろうね、もうちょっ一と言体葉何にが起こ気をるつんけだ。ようよ。とりあえずおじさんに話しかけてみようか。なんでここ座って、なんか入り口っぽい。ほと村長だって。言葉に気をつけ言葉に気をつけ言葉？て。何のこと？伝染する言葉、伝染する言葉？夢見る人？夢見る人？なんか、何？なん意味だ、深だな。この奇妙な感じは。白の人が不思議そうに声を不上げ思る。議そうにとは失礼な。何これ？どういうこと？こやつに聞くのが良いであろう。あなたたちは。何？どういうこと？僕たち、この村に異変が起こったって聞いてやってきました。私と会話できているということは、あなた方を夢に巻き込んでしまったようですね。なんだ、夢に巻き夢？込んだ？神話の森では、ここ1ヶ月ほどに死の夢という謎の病気が広がっていた。それは一度眠ると二度と起きないまま夢を見続けるという奇病だった。やばくない？それ。村長がその原因を追求しようとしていたのだが、どうやら言葉を媒介に伝染する特殊な病であることを突き止めたところで、村長自身も病に倒れてしまう。なんだって？我らがお前の夢に取り込まれたというのか？じゃあもう伝染してない？ああ、おそらく。つまり僕たち死の夢にかかってしまったってこと？だよね。そんなバカな。いつ、どうやって？我は眠った自覚などないぞ。死の夢はそういう病気ですから。流すな。誰とどんな会話をしたか。まだあ人なたとし々か。夢に入るきっかけがあったはずです。なんだ、夢に入るきっかけ？なんかあった？普通にヨナに話して寝ただけなんだけど。図らずも、きっと夢に入るきっかけがあった。相談言されたイサフトと白の書はそれぞれ思い出そうとしてみたが、なかなか思い浮かばない。図らずも、普段いかに無意識に言葉を交わしているか、自分の言葉を垂れ流し、他人の言葉を聞き流しているかを痛感させられる羽目となった。それはで適当も、に会話していて悪かったな。なんだそれ。気分を害したように白の書はつぶやく。これは、あれかな、夢の中で話した人のこと？違うな。その時にはもうきっとかかってるんだよね。誰？害したようにではなく、害しておるのだ。なんだ。はっきりと。白の書はイライラと空を仰いだ。天から誰かに覗かれているのでもと考えたのだろうが、あいにくそこには何もな知っい。ておるわ。なんだろう、この、なんか、ナレーションみたいなもん。これがもうそもそもなのか。我のことはもう放っておけ。それっきり白の書は言葉を発しなくなった。彼の言葉が作るピリピリとした空気に伝染していったイサフトがやっと息をつく。電線がどうした？確か、伝染する言葉に気をつけろって村の人に言われたよね。それ村長じゃなくて？何？どういうこと？それは何という言葉でしたか？村長が白の書を押し合って前のめりになる。夢見る何だったっけ？羊？置いてきぼりにされた白の書が会話に入り込もうと適当なことを言ったが、当然無視された。人だ、夢見る人。イサフトが叫ぶと、村長は懐から取り出した紙の綴りをめくってうなずく。
それです。夢見る人。以前にも報告がありました。その言葉を聞いた途端、ああ、あなた方は眠りに落ちたのでしょう。村長は、ちびた鉛筆を走らせながら首をひねった。それにしても、私は今まで我が村を襲ったこの難病の解明にこそ自らの急務と症例を集めに励んできた、きましたが、他人の夢に入り込むのは今回の例は初めてですよ。すかさず白の書がどやしつけた。夢の中まで病の研究をしている意欲は買うが、同じ熱意を持ってまずは夢から覚める方法を探すべきではないか。村長の手が止まった。白の書の方を見ないまま押し殺した声を出す。探しましたよ。自分の夢に閉じ込められたと分かった瞬間からずっと探していますよ。今も。だけど、所詮ここは私の夢なんです。隅々まで探したところで自分の知らないことが提示されるはずがない。だったらいくら後追いしようが、朝礼を研究する以外ないじゃないですか。一気に喋ると、村長は頭を抱えた。村をご覧になりましたか？小さいけれど美しいところだったでしょう。村人もね、人の素敵な、っていいんだよね。人たちばかりなんですよ。なのにこんな病気が蔓延してしまって、私は村長として村を元に戻したい。そのためなら、畑違いな研究だって没頭しますよ。村長の心の叫びを聞き、イサフトは深くうなずいた。ええ、僕は別にうなずいてなどいないけど。え、どういうこと？僕たちにできることなら何でもするよ、とイサフトは言った。このさ、やっぱりナレーションみたいな、その、うなずいたとかっていうのが、もうなんかわかんねえけど、なんか関係ありそう。言ってないし、静かにせよ。白の社がピシャリと言って、イサフトと村長を見渡す。その顔はさっきまでと違い、自信に みなぎっていた。何かを掴んだらしい。ああ、掴んだとも。村長、お前は自分の夢の中で、自分の知らないことが提示されるはずがないと言った。しかし、どうだ、お前は我々を知っておったか。村長はハッと顔を上げ、頬を紅潮させ首を振る。いいえ、人の夢は無限だ。と我はどこかで聞いたことがある。安心せよ、夢から覚める方法はこの無限の森のどこかにきっと潜んでおるはずだ。お前に代わって見つけてやろう。村長がありがとうございますと深々と頭を下げると、白の書は照れくさそうに背を向けた。礼には及ばぬ。我らとて夢から覚めたいのは同じだからな。村長は己の夢に風穴が開いたのを感じた。もしかするかもしれない。頑張ってください。霧深き森の奥へと分け入って、イサフトたちを見送りながら、村長は強い既視感を覚えていた。私は前にも彼をこうやって送り出したことがある。でも、一体どこで？森を行くイサフトの足取りは、すっかりと重くなっていた。深い霧で、視界の悪い中、目を凝らし、なんだ？苔むした地面に足を滑らせないよう注意しながら、腰まで生えた草花をかき分けて進まなければならない。体力も神経も一気に疲労した。疲弊した。熱い汗と冷たい汗を交互にかき、手は切り傷だらけ。梅雨のついた服はぐっしょりと濡れて重い。最初こそ、緑の木々が吐く新鮮な空気を存分に吸い込み、贅沢な森林浴だと余裕をかましていたが、今はどこまでも続き、空まで覆い隠す勢いの濃い緑が鬱陶しくて仕方ない。そして、ふわふわと浮かびながら、もうちょい早く歩けぬかなどと涼しげに聞いてくる白の書も恨めしかった。白は歩かないからそんなことを簡単に言えるんだよ。にしても、なんて深い森なんだろう。取り囲んだ木々にイサフトが イサフトの弱音が吸い込まれた次の瞬間、虫たちが一斉に泣き出した。金属を引っかいたような音、鈴が転がるような音、耳障りなものから心地よいものまで、ありとあらゆる虫が鳴いていた。姿は見えないが、森に生きる虫たちが鳴いていると言っても過言ではないほどの音量だ。すぐに強烈な耳鳴りへと転じる。反射的に耳を塞ぎ、イサフトは白の書に叫んだ。何が起こったの？白の書が何か言ったが聞こえない。噛み合わない会話を何度かしているうちにようやく耳が慣れてきた。恐る恐る手を耳から外す頃には、虫の鳴き声が文字として理解できるようになっていた。じり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 。シャーコ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 チロチロチーチーチーチョロチーチー
なんかさ、長くない？これもうずっと読んでる疲れるんだけど。ミンミンミン、じわ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 、ミンミン、じわじわ、ミンミンって、ふざけた単語連発してるみたいだよ。しっちょんしっちょん、ゲゲゲゲゲ、しっしっし。さらに耳を澄ましていると、数多くの、あまたの鳴き声の高低差のリズムや隙間から全く別の音が聞こえることに気づいた。森の虫の合唱が言葉を作っていたのだ。一人では持て余し、二人では十分で、三人ではダメになってしまうものは、これ簡単じゃない？一瞬で分かったんだけど、秘密でしょ？謎かけか？白の書が意外そうにつぶやいた。さあ、なんだか仕組まれた扉っぽいけどね。これに答えれば夢から覚める方法が見つかるかも。ではお前が答えるがよい。一人では持て余し、二人では十分で、三人ではダメになってしまうもの。これね、有名だよね。秘密だよ。および腰の、および腰？白の書は、攻めるのはやめ、イサフとは覚悟を決める。答えはあれしかないだろう。それは秘密か？虫の鳴き声が始めた時と同じく一斉に止んだ。さざ波が広がるように、太い草が次々と倒れ、道ができていく。ああ、ほらほらほら、森の虫が道を作ってくれているんだ。イサフとは少し元気を取り戻し、足を進めた。用意された道を進むことで、体が楽なのはもちろん、迷う心配もなくなった。僕たちはどうやら森に受け入れられてしまったみたいだね。調子に乗るイサフトと白の書がたしなめる。森の意志が良きものも美しいものだと決めつけるな。どこへ運ばれるか分かったものではないぞ。白の書が言い終わらぬうちに、今度は四角い泉が現れた。特に変わった様子はない。イサフトは木切れを拾って泉に投げ込んでみた。なんと、白の書が思わず声を上げたのは無理はない。水面が揺れ、美しい旋律が奏でられ、水門が文字を書いたのだ。窓から部屋に飛び込んできてもガラスが割れず、夕方になると立ち去ってしまうものは何だ？答えろ。白の書は当然のようにイサフトに命じる。イサフトはうなずく。答えはあれしかないだろう。窓から部屋に飛び込んできてもガラスが割れず、夕方になると立ち去ってしまうもの、それは日光。それは日光。泉から噴水が上がる。木々の間からこぼれていた光が大きな虹を作った。美しいものだな。白の書が感心したようにつぶやく。もう森の石を怪しもうともしなかった。あそこ。イサフトが指を指した方向に小さな家があった。こんな森の奥に一体誰が住んでいるんだろう。イサフトたちが扉の前で読みかけてみると、頭からケープをすっぽりかぶった男が家の中から現れた。急に深くなった霧とケープの影になって、顔はかよく見えない。あの王と問いかけると、イサフトを手で制し、男は口を開いた。初めは4本、次は2本、最後は3本。これは？なんだ？4、2、3。何度聞き返しても男は同じことしか言わない。会話がしたくば謎かけを答えるしかなさそうだ。なんだ？白の書に言われるまでもなく、イサフトはそのつもりだった。初めは4本、次は2本、最後は3本。4、なんだ？意味がわかんない。答えはあれしかないだろう。人間、悪魔、天使。初めは4本、次は2本、最後は3本。人、悪魔、天使。何？これ全然わかんない。初めは4本。1は4。2は2。最後は3。初めは4。初めは4足歩行？違うな。次は2足歩行。最後は3足。違う。なんだ？これ全然わかんない。悪魔、天使、エンジェル、ヒューマン、デビル。初めは4本。4本、4画。天使、次は2本。人。で、最後は3本。違うな。初めは4、1、2。なんだ？漢字？違うな。ひらがな。人間。に。違うな。1、2、3だから、て。ひらがなでもない。なんだ？書き順？違うな。2でしょ？ 1、2、3だもんね。三角だもんね。初めは4。悪魔だってさ、1、2、3だもんね。これわかんねえ。悪魔？それは悪魔？合ってた？なんで悪魔なの？ちょっとマジでわかんない、これ。
その瞬間霧が晴れて森が真の姿を現した。それは地獄の豪華で焼けただれた荒野だった。いつの間にか現れた悪魔がイサフトたちを見つめながら方向を上げる。間違いだ、もう一度選択するがいい。違うんだ。なんだ、人間。それは人間。唐突に霧が晴れた。ケープから男の唇が軽く微笑む。正解だ。なんで人間なんだ、ちょっと本当にわからないんだけど。男は村長イサフトに呼びかけられ、ゆっくりと首を振った。私は君の知る村長ではない。そして私は君ではない。君を見たことがある、遥か昔に。どういうこと。ともかくおめでとう。死の夢の封印は解けた。目覚めの時だ。さあ戻りたまえ。君たちが探している男は森の入り口で待っているよ。男はそう言うと、キビスを返して家に戻った。扉が閉まると再び出てきた霧に家そのものがかき消されてしまう。虫の合唱や四角い泉と同じく、たとえまた同じ森に入ってきたとしても二度は出会えない類のものに思えた。男の言った通り、村長は森の入り口近くの切り株に腰を下ろし、背を丸めて待っていた。イサフトたちの姿を認めると弾けたように立ち上がる。よくお戻りで。そう言って闇雲に握手を求めてきた。成果を聞かぬのか。ブランブラン振り回されて不機嫌そうな白の将が尋ねると、村長は首を振った。まずはあなた方の無事を喜びたいんです。その言葉にイサフトは彼が村長であるゆえんを見た気がした。村長の手を握り返し告げる。死の夢の封印はちゃんと解いてきたよ。村長の顔がパッと輝いた。そして3人は眠った。イサフトは首をかしげる。眠った、別に誰も寝てないけど。それに文字のつながりも唐突でおかしくない。いいから眠れ、早く。白の書に書き立てられ、書き立てられじゃないな、せかされて、わからんけど、とりあえず急がされて、村長とイサフトは草の上に寝転ぶ。白の書を叱りつけるように説明した。忘れたか、死の夢の世界は統括し、我らを動かしているのは紋章だ。文章だ。たとえ違和感があったとしても、そこに示された文章が絶対なのだ。だから我らは眠る、きっと眠れる、そして物語は続くはずだ。まもなく3人は本当に睡魔が襲ってきた。夢に閉じ込められてから、眠くなったことなど一度もなかったのに、ファー。村長の独り言も自らのあくびに書き消されていく。どれくらい眠ったのか、三人は寝転んだ時と同じ草の上で目が覚めた。霧は深く、鳥の声は高く、緑は濃い。何も変わってないように見えるが、確かに夢は覚めたのである。イサフトが村長の肩を叩いた。おー、夢は覚めたのである。だってさ、よかったね。本当にありがとうございました。いくら感謝してもしたりません。村長はまた握手を求めてくる。死の夢は最近にわかに流行り出した病で症例は少なく、門外観の私一人ではきっと夢に捕まったきりだったでしょう。本当に助かりました。そう言って頭を下げた村長はそのまま膝から崩れ落ちてしまった。とっさに抱きしめようとしたイサフトに照れ笑いする。母、生身の体をまだうまく動かせなくて、慌てないで、家でゆっくり休んでください。そうはいきませんよ、と村長は声を強めて立ち上がった。足を踏ん張り、力説する。私は、あなた方のおかげで、運よく目覚めることができましたが、村にはたくさんの患者がいます。村長として、人間として、床に伏せてる暇はありません。村長はとりあえずこの最悪が早く過ぎるよう、村の奥の巨木に祈ると言った。村の歴史を見守ってきた神聖な木なのです。神頼みかと見切ったように笑う白の書に村長は首を振ってみせる。神ではなく言葉です。巨木には封印されし言葉が眠っていると昔から伝われてきました。イサフトと白の書は思わず顔を見合わせる。意外なところに目指すものがあった。人助けと思ったことが自分の利益につながった。情けは人のためならずだね、本当に。白の書がイサフトの気持ちを代弁する。実に夢のような展開であるな。イサフトは村長との別れ際、3問目の謎解きであった不思議な男が残した言葉について話してみた。私は君でない君を見たことがある、遥か昔に。村長は男の言葉を復唱すると静かに打ち明けた。実はあなたも、私もあなたとは以前に前に会ってる気がしました。
驚くイサフトとなだめるように村長は笑ったけれど今はわかります。きっと私の思い違いです。死の夢に作られた騎士官です。その男の存在もまた幻でしょう。気にすることはありませんよ。村長の言葉は現実を生きる者が持つ強さにあふれていた。イサフトはうなずき、心強くもなりながらもあの男の言葉が小さな棘のように刺さったままであることに気づいていた。なんだろう、この心のわだかまりは。その謎は簡単に解けそうにはなかった。ありがとうございます。おお、なんか壮大な話だったね。普通の暮らしに戻れます。一応これで死の夢から解けたみたいな感じなのか。君は病気であるな。ええ、できれば他の村民も助けてやりたいんですが。これむず。おお、黒の処刑が使用可能になりましたと。これはかっこいいやつだね。はい、ということで。結構簡単に。あ、ちょっと待って、まだちょっと続きあったわ。ちょっと簡単すぎやしないか。簡単だったか。この村にも誘導されてきたような。そうだね、なんか手紙とか夢とかね。おー、はい、ということで、まあ、ちょっと長くなってしまったかもしれないですけども、なんとか死の夢ってやつに囚われてしまいましたが、なんとか脱出することができました。謎を解く鍵は謎々を解くことでした。はい、最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。